よろしくお願いします。MCR コースの説明させていただきます。後藤と申します。こちら、先ほどまでの分野説明とは異なりまして、臨床研究者養成コース、MCR、臨床情報疫学分野ということで、説明させてもらいます。こちらの方のコースはですね、臨床経験2年以上の医師、歯科医師を対象とした1年生のプログラムとなっております。こちら、MCR コース担当教員は17名いらっしゃいまして、薬剤疫学分野、予防医療学分野、健康情報学分野、医療経済学分野、健康増進行動学分野、医療疫学分野ということで、6分野からなる教員と共に1年間学んでいくコースです。なお、MCR コース、専科生と受講生というふうな区分がございますが、専科生、1年生に関しましては、必ず先、MCR 協力分野の指導を受ける必要があるということと、願書提出時から、注意が必要ですので、ご注意ください。MCR コースの遠隔です。こちらは平成12年 SPH、こちら京都大学の SPH の設置の後、平成17年に試験的に4分野で開講し、平成18年薬剤疫学分野川上教授がご参加なさり、平成22年健康増進行動学分野古川教授が参加なさって、現在の6分野となっております。MCR 陰性からの論文発信ですが、2005年から2017年までで847編の英文現状論文がございまして、昨年2017年度のみで245編、うちハイプロファイル雑誌ハイインパクトファクターのジャーナルに41編約 17% もの実績を上げていると。国際学会での発表も292編、優秀賞の受賞も57回となっているということです。MCR コース修了生の進路ですが、過去13年間で185名いらっしゃいまして、大学教員、厚生労働省及び、大学院博士課程や修士課程への進学が多くなっています。MCR、限定科目の受講要件ですが、先ほど申し上げましたように、MCR 専科生か、MCR 受講生となるということ、MCR 受講生となる、MCR 限定科目の受講要件に関しましては、最低限臨床経験2年以上の医師、歯科医師、および MCR コース必修科目の全科目の受講が必要となります。1年生の MPH コースの陰性は、こちらの方受講・聴講はできません。MCR を受講するための4つの入り口、それぞれ大学入学に関しては、専門職学位課程および博士後期課程および博士課程に入学いただきまして、それぞれの就業年限、修了要件の方がございます。詳細の方、この後、知覧会館を出まして、向かって左側の建物 G 棟2階、セミナー室 B にて、12時30分から合同説明会を行います。こちらでは MCR コースの概要を説明いたしまして、複数分野での面談が可能となるように、面談時間の方も調整いたしますので、ぜひ、この後ご参加ください。以上です。